2016年に発表された U18 世界選抜があまりにも最強すぎた。2016年にマルカで発表された U18 ベストイレブン。えぐいな。特に前線バケモンしかいない。ムバッテとサンチェスは当時から間違いないって感じだった。オックスフォードどこに消えたの？やべえ選手だって思ってた記憶があるんだけど。アウクスブルクにいるよ。オックスフォード去年いい活躍してたし、また輝くことを信じてる。ドンナルンマほぼ変わってなくて、草レナとサンチェスはほぼ別人。ソランケがついに胸張ってここに並べられるようになったのは本当に感慨深い。この世代ほとんどがエグい選手になってるのすごいな。若い頃からしっかりとバケモンに成長してるのスコ。